ちょっと雑だったね、編集が。まあ、大体、なんでオープニングが2つ入ってるのかよくわかんないけど。はい、じゃあ、ここはすっきりしたんまあ、こで、れ、じムービーゃあ、メーカーでこれやってますね。なんで、まあ、結構、音声かぶってたり、本来止めたかったはずの部分で止まってないっすね。まあやっぱりパワーディレクターだとなんかね、すごいフリーズしてね、できないんだよね。だからそれでイライラして、ムービーメーカーでやりましたけど、いやーめんどくさかった。まあ動画の編集もめんどくさいし、このクロス貼りっすね。このクロス貼りがたまらなくめんどくさかった。でもまあ絶対に空気入りますね。で、正直な話、ちゃんとパテ埋めして、ネジの頭も打って、ちゃんと沈めて、それで、クロスは貼れよっていういい教訓になりました。はい。で、正直な話言わせてもらえれば、もうそれがめんどくさかったのであれば、多少、値段は貼るんですけど、漆喰の方が簡単でしたね。漆喰の方が簡単で、失敗もしないし、失敗したとしても、それが味になりますんまあまあ、で。最初よりかは、ここら辺はまあ、ビスあるから浮いちゃうけどね、最初よりは絶対シワは寄る仕様だよね。まあ、こっちに比べれば全然いいかな。まあ、天井が一番最悪だったね。まあ、それなりになってきたから、まあ、頑張ってやります。はい、で今6時半ぐらいかな。まあだいたいいい音、外から行こうか。こんな感じになりやした。でちょっとボンド汚いけどね。でもこれでね、全くこうパタッと風が入ってこなくなったのと、まあ、おっと、ボンドでハエが固まってるね。まあここも中からポリカでどうせ蓋しちゃうんで、まあどうでもいいかなとは思ってます。一番大きいのは、これはですね、わかんないか。これ。まあ今のトグ車のレールですね。これ一番古いタイプのやつで、一番設置が簡単なんですよ。一番スタンダードというかシンプルなやつで。だからこれで、あれっすね。トグ車昔の、なんだろう。まあここの家は急ごしらえみたいな感じだよね。の家で、まあ昔の窓はこんな感じでトグ車をつけた木枠の、なんか窓だったり、引き戸が多いんだけど、で、いかんせん、これの欠点として、レールがまず高いんです。5ミリあったかな？厚さが、高さがね。で、5ミリかつ、トグルマの、多分ね、トグルマの車輪がでかいんだよね、この窓。だから、その分高さが出るから、吹きつけるとかね、打ちつけるような横殴りの雨が、やっぱり吹いてくるんだよね。で、それが吹いてきちゃうと、その高いレールのとトグ車の隙間から水が実は中入ってくるんよ。だから、それで内側の窓の枠とかもね、朽ちてきちゃうから、ちょっとそれだけは避けたいので、蓋しちゃいました、ボンドで。さすがにね。上の窓を塞ぐってどうなのっていう正直な疑問はあるんだけど、塞ぎたいですね。あの隙間からカメムシが大量に入ってくる。マジで。カメムシとあと蜂の正体っていうか、童話の、そういう虫が入ってきてる理由は、この窓の高すぎるレールとでかすぎるトグ車の車輪だったわけで、夏場とかここだけ開けておくとすごい風の抜けが良くてすごい気持ちいいんだけど、ちょっとカメムシとハチだけは勘弁してほしいから、まあ残念だけどちょっと塞ぎますわ。で、あと水が入ってくると朽ちちゃうんで。はい。まああとこんな感じです。
で、まあ、あとはボンド攻めですね。ボンドと断熱材攻めですね。まあ、あと窓がこんな感じでつき、かなり明るくなりましたね。まあ、ところどころこういう隙間が空いており、やっぱりね、どう、やっぱりちょっとこうやってうまくはなってきてるんだよな、クロス張り。で、やっぱりどう頑張っても、あの、ビスの頭が出てると、こんな感じになるんよね。まあ、中もこんな感じでやったけど、やっぱりビス頭と、うん、やっぱりビスが多いな、ビスの頭ですね。こう空気が入ってるところは。で、あとは、そのパテで埋めてないから、まあどうしても、このここですね、継ぎ目、石膏ボードの継ぎ目から空気入るのはまあいいやと思いました。なので、まああともうちょいここら辺を、まあこの隙間断熱材をブシューっとあのモコモコって膨らむやつ入れて、あともうちょいで終わりですね。まあ今日のところは一旦これまでで、まあ、まず、ここにある道具類を、まあ、しっちゃかめっちゃかもう、散らかしておいていい、ここに、もう全部据え置きにしておきます。で、ここの荷物置きスペースがようやくね、開放なんで、効率がめちゃくちゃ上がると思います。なんで、今日はここまでです。はい、今回はクロス張りがぐたぐたすぎる回でした。まあ、こんな感じで、まあ、ぐたぐたでやっています。オープンしたら来てみてください。バイバイ。